さあ今回もインポスターやっていくよ。もうインポスターって言っちゃってんじゃん。細かいことはいいんだよ。さあ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 、霊夢ちゃんが活躍する番が来たよ。しばらく出番なかったからね。誰のせいだと思ってるんだ。誰だろう。お前だよ。今回はマニアムラで遊んでいくよ。本当はもっとでセリフやりたかったんだけどね。キルできる役者だから別に変わんなくない。大きく違うだろ。クルーを私が華麗に護衛するのと殲滅するのとでわけが違うだろ。そんなものかな。もう黙れてんねんインポスター。オープンサボ直しに行ったか。自分で鳴らして自分で直す。インポスターの鏡だね。この相方にすごいシンパシーを感じる。プレイスタイルがしたいね。じゃあ次はボタンかな。さすがに押さないか。いつも思うけど、インポスターが知ってボタンを押すのってどうなんだろう。まあ悪くはないんじゃないかな。初手キルして詰められることもよくあることだし、キルせず白目取りに行くのも周りなんじゃないかな。キルボタンあるんだからキルしないともったいないけどな。お前はキルしないと死ぬ呪いでもかかってんのか。次はどこ行こうか。私はスケルトならクルーの時もインポスターの時も電気室に割と行くな。何か理由でもあるの。理由ならあるぞ。まずは停電対応。初手サボは停電多いし、すぐ直せたら白目も上がる。次はタスク。配線もそうだが、タスクは基本スケルトなら電気室から派生することが多い。そして何よりインポスターならフェイクタスクしやすいからな。どっちの陣営になっても割とメリットが多いのが電気室だな。もう直っちゃったね。まあ、リアクター来て人数いるのにこんなとこで、キルしないだろ普通。どうしたの？いや、いいこと思いついてね。いいこと？うん。まあうんとタイミングもないと、難しいと思うけど、刺されば強そうな方法をね。刺されば強い。もうと決まればこんな暗い部屋とはとっとと、おさらばしよう。さっきまであれだけメリットがどうとか言ってたのに。レンコレはアモングアスだぞ普通にやってどうするんだ。相手はアダムクゲームだぞ。カメラ光っているな。ここじゃかキルできないね。元よりここでキルするつもりはない。ナイスリアクター。それを待っていた。自分で鳴らせばいいのに。水色来ないか。さっきから水色逆走してるんだよね。まあ茶色でもこの際いい。え、ここでキルするの。あとはお祈り。上行くな上行くな上行くな。さあ、どうなるかな。どこですか。リアクター十字路の上らへん。アッパーの下。直近じゃない。今リアクター出てったの誰。サボ直しました。うわ、直しに行った時にやられてるっぽいね。リアクター直しに来てた人は？サボ直しやした。ヘッドベイにアドミンで見て向かったら誰も、死んでなくてレポートになった。というかずっとリアクターいました。ん？ずっとリアクターにはいなかったよな。まあ、ここはあえて突っ込まないで様子見るか。カメラ見てたけどそこ見れてない。カメラからリアクター、そしてまたカメラ。私まだリアクターにいる。城は無理そう。え、ま、いや、確かに言ってる。城は無理そうだと。2回目リアクターは弟で、もともといたから直した。自分はリアクター1回も行ってない。ここは小豆から無理そうだと言われているし、リアクターから出てった人に黒くなってもらおう。先に出てった人か、セルフ買ってレベルの直近だよ。十字路なら、オートグレイは上下どっち抜けてった。最後は下。誰かに見られてる。うん、覚えてないな。私のキルでかなり時間使えて、相方のキルに言及できてない。これはかなり美味しい。よくあんなところでキル取ったね。まあ運も実力のうちってな。しかもアズクから白出しされるという神展開。しっかり死にされたらアッパーから来てたのは分かることだけにね。やはり思い込むということは何よりも恐ろしいことだ。それでこれからどうしようか。そうだな。まあここは相方のキルも詰められていないし、キルは狙いつつも潜伏していこうかな。部活にキルしてられても嫌だしね。ここは相方に期待して綺麗なキル一つあればいい。黒塗りでキル位置ならいくらでもいる。茶色キルなら青ブレ紫矢月、水色キルなら君ぐらいか。私は白出しされてるから詰めるなら茶色キルで詰めたいところだね。できるだけ死人もらいつつも浮かない程度の位置にいれば良さそうな感じはするな。けどよくもまああんなキルと押したね。思いついたのはついさっきだ。現行犯で見つからなければあんなところでキルしないという心理を逆手に取った形だな。サボ入ったね。これはそろそろ相方のキル入ってそうな気がするな。キル取っているとすればおそらく右か。ほぼほぼ左に固まってるな。ざっと見た感じなかったのは相方の紫だね。やあやあや、黒一のグレイさん、あなたにはぜひ私の罪をかぶっていただきたい。もうターゲットロックオンしてんじゃん。インポスターと同じルートを辿ったクルーだからな。黒塗りが積塗りされるのはもはや宿命だ。それと右でキルが起きてる想定ならグレイより右に行ってはいけない。あ、今来たね。じゃあ私はコミュでダウンロードをしよう。これでグレイから私に城は出るが、私からはグレイに城は出ない。予想通り。どこですか。ウェポンルームです。セルフ通報か。相方やってんねー。けどまあ私も左から右に来れてるくらいの時間だし、時間経過的にもちょうどいい感じだな。リアクター来てない人いますか。最終リアクター、最終フィールド。さ
サボ直しに行こうとして上ポン通った時には紫生きてたよ。プロリアクターなった時アドミン見てなかったっけ？アドミン情報ある？私は最終コメ。その後見るのやめました。青が上ポンで紫見てて、死体が上ポンならリアクターの時にやられてるね。その時は上ポンあったか覚えてる？おしくはリアクターの後か。昨日のキルも含めてグレーは怪しいかな。リアクター得た人は無理かなって思ってるよ。青がキルした可能性はあるけど。そうだよね、その可能性はわかります。でも黒もある。私は原子炉直したし。今回はね、前回は直近っぽい。入りにして通報だからミスったらダブルキルあるし、今回は様子見る。かなり状況的には順調じゃない。そうだな、ここで下手なことしなければ勝ちは固いな。都合よくグレア青も黒市に入ってくれてることだしな。やっぱり初期の茶色キルが効いてるね。かなり無理のあるキルだったし、水色が生存してたらあそこで、ペイムは終わってたわけだしな。キルインよく応戦ないかがで助かったね。やっぱりアモンクアスは強力ゲーだな。クルーを騙すのもインポスターを暴くのも、仲間との連携が物を言うな。普段はそんなこと、微塵も思ってないのにね。オイレン、それは違うぞ。自分が一番大好きなのは、マリサの方だ。私はちゃんと考えてやっているぞ。そんな側はないけどな。綺麗な。この天然マットメイトめ、どうしてアズキキルしないの？そらくこの相方はキル取ってくれると信じてるからだな。それにグレイを疑ってくれているアズキがいてくれた方が、議論の時に私が言いたいことを全て言ってくれるからだな。発想のそれがインポスターそのものなんだよね。まあ会話でボロを出すわけにもいかないし、利用できるものは何でも利用しないとな。めっちゃびっくりしたわ。アドミンでしたい。青今回ストーカーしてたので無理。今回赤さん無理です。白無理。アズキと一緒にいたわ。私が白位置でいることまでは予定通りだけど、赤青も相互視認取れてるのか。まずいな。最終ナビ。最終アッパー下。ここは黒ともライン切ってグレー釣り。最悪ロラまで持っていくか。初手キル含めグレーか黒って感じだね。グレーベント切る可能なので怪しい。初手に匂い周辺で最終もナビ。いやほんと僕じゃないですね。はい、私目線アズキとずっといたから絶対ないしな。グレーのベント切るだと思う。黒は最初に下行ってるのにアッパー行ったんだ。黒説は黒の動き聞きたいですね。アドミン見てからカメラ見に行った。なるほど、これはかなりまずいな。視点的にはともかく印象的に黒グレーが半々になったらまずい。ここは議論を最初の論点に戻そう。初手キル含めグレーか黒って感じなんだよな。今回のキル、しかしよく乗り切れたね。本当にな。印象論だけで言えば黒グレー 50% だけど、クルー目線初手キルから見たら 100% でどっちもインポスターに見えてたろうしな。それだけ初手の茶色キルで初出しされたのがかなり大きいね。あと相方の水色キルな。私が白位置入れたのも相方が水色切っていてくれたおかげだからな。ほんと感謝だね。目撃者は生かしておけないよ。目撃者消してくれたのは相方だけどね。だから細かいことはいいんだよ。キルクルー貯めてリアクターで最後終わろうか。じゃあ一応勝利のリアクター鳴らしますか。ふふふ、今回も完勝でしたな。この動画が良かったら、チャンネル登録・高評価、Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。